うちの酒飲めないってよ。ねえリル、どこ、オーダーもろくに聞けないよ。エール、水割りなんて出してんだっけ。ジュークボックスに合わせて歌っただけじゃない、ただの素人芸よ。なあ、酔っ払いに蹴り入れて回らなくて済んだ、それだけよ。空いてる人のセンスが出るわね、空いてる人のセンスが出るわね、空いてる人のセンスが出るわね、空いてる人のセンスが出るわね。ディーンは 100% 出来上がってる。私たちあの二人より熱いかしら。ちゃんと起きててよ。だって私が帰って服を脱いでベッドに入ったら喧嘩した後みたいに激しいわよ。唐突かもしれないけど、どうしても言っておきたいことがあるの。聞いても引いたりしないでね、お願いよ。私を愛してるでしょ、ジャック。私は医者よ、患者の症状はわかる。私を愛してるわ。あなたこそ重荷なんじゃない。はい、ドクターマラです。何、いいわよ、今夜いいって言ったでしょ。歴史学者の緊急事態って何なの。物には限度があるのよ。バークに取り入るなら一人で勝手にやればいいじゃない。仕返しできてよかったわね。気分はどう。ん、最低。こう考えることにしたの。お互いを知るいいチャンスだった。だけど相手のことが理解できたわ。私科学技術部にいるの。でも考えが変わって会いたかったわ。ランニング博士はジジイじゃありません。とても大切な人でした。まもなく史上最大のロボット普及作戦が始まります。土曜には5人に1台のロボットが行き渡るんです。このロボットたちは夢の実現です。ランニング博士の夢です。ラインセンサーで点検エリア以外は全て陽電子型のコアにリンクしてます。バーチャルインタラクティブキネティックインテリジェンス、シカゴの保安システムはビキが設計したんです。私信じません。だって証拠はあるの。じゃあどうしてここへ。どの服も着られない、宝石もつけられない、車にも乗れない、ここにも住めない、全部血にまみれてる。どうせそうでしょうよ、女流になり損ねた女だもの。この人たちだけじゃない、お父さんやビタリーに聞いたんじゃないわ。聞かなくてもわかる、ユーリー。私だってニュースや写真ぐらい見てるのよ。子供が大きな銃抱えて合法かどうかじゃないの。間違ってる。いいえ、結構です。主人の父は叩き上げの人でしたが、まだ若い頃イーグルリッジに自分で家を建てたんです。山の麓にある綺麗なところです。でも何年か前火事で、それで主人は自分の手で建て直そうと決心したんです。州でも指折りの金持ちで息つく暇もないのに、父親と同じようにやらなければって。夕日がとっても綺麗なんです。近くで見ると自信がなくなった。で、ここに臓器がある。おかげで助かった。逆クソくらいって何。毒に傷を見てもらって、動物と宇宙人専門。ヘクター、パパに水と食べ物を持ってきて。わかった。何してるのジョン、こっちに来て。まだそれで撮ってるの。何してるのジョン、こっちに来て。まだそれで撮ってるの。何してるのジョン、こっちに来て。まだそれで撮ってるの。